えー、そっか、時のここです。ちょっと早いですね。えー、今日はね、ちょっと、いろいろと動画はまた撮っていったんですけども、コメント返しも一通り終わったかなと思いますけどね。ちょっと息抜きと言いますか、あんまり意味のない動画をちょっと上げてみようかなと思います。まあ、ですんでね、時間の無駄になりたくない方は、この先は絶対見ないでください。うん、まあ、あの、東京オリンピックね、うん、やらないことが決まっているん しまったんですけどもただ東京オリンピック中心にしますよっていうふうに公式発表をね日本オリンピック委員会からすると日本オリンピック委員会が解散しないといけないんですよねで現在活動はほぼやってないんですよ本当になんかこう何で出勤簿ってものがあったらねそこにあの名前を書くだけというね特にこれといって やることはありませんだってオリンピックないですからでもオリンピックないよって公式発表すると日本オリンピック委員会が解散して給料が入んなくなるんですよねだから何もしなくてもお金が入る仕組みを維持するためにギリギリまで、えー、オリンピック中止は発表されないということでございます、えー、そしてですねオリンピックをやろうと思うと、うん、各国の代表選手を決めないといけないですよね で代表選手を決めるための大会が各地で行われていなくてはそもそもオリンピックのね出る選手が誰なのって話ですよねそれこそプログラム作ったり段取りしたりしなくちゃいけないのに、ね、ホテル取ったりね全然知ってないですよねオリンピックやるよっていう風な可能性があるんだったらうんなんかね手配しないといけないですよね うん、どうですかね、オリンピックがあるかもしれないと思っている人もいるかもしれませんけども、もうないというね、うん、ないですよね。だからギ、リ,ギリになって仕方なく、苦渋の決断ですみたいなことをやってね、苦渋の決断なのは、うん、その発表をすると、記者会見すると、次の月から給料が入んないから、おいしくないんですよね。まあ、オリンピック関連で あのお勤めされてる方とかね、なんとか委員とかね、なんとか勘とかっていうね、肩書きの方、皆さん、結構な高級ですから、一番上が月に200万、で、180万とかね、えー、まあ安い方で60万とかね、これ何もしないで入ってくるんです。何もしないです。少なくとも、私もまあ何もしないと思うんですけども、YouTube 動画の一本も上げずに、まあ、ランチをね、た食べたりとかね、夕食を。 ちょっとこうどっかで食べたりとかっていうのが仕事らしい仕事じゃないですかうん。ほやることないですからね、今ね、オリンピック委員会ね。何をやることがあるんだろうなって感じですよね。各地でロックダウンが起きて、まだ飛行機も飛んでないっていうのに。オリンピックやるとして、どこの国のなんていう選手が来るんでしょうね。はい、オリンピックやりますよって言ってもね、国内にいる人だけで。 運動会みたいいいなななレベルでやるんじゃないかなと思いますけどねだって場所の確保もしないといけないのに全くされてないですよね。なんですかあのマラソンを北海道でやるんですかねやらないですよね。本当ね。あとね新型コロナウイルスのワクチンが出たら世の中はね動きを取り戻すんだっていうふうな方もいるんですけどもこのねワクチンワクチンっていう人ねもちろん ワクチンが嫌だっていう人もいるんですけどもあの例えばワクチンがこれ OK ですよっていうふうに一つ指定されるとするじゃないですかじゃあその指定されて OK になったワクチンがなんで真っ先に自分のところに届くのかっていうねこの辺もちょっと考えてみないといけなくてワクチンって量産しないと届かないですよね我々のところに少なくとも1億個いるわけですよまだ生産ルートもないところに新型のワクチン ね、それが素材も必要じゃないですか原材料とかもそんなのを確保もできてない状態で、えー、あのワクチンできましたとか言ってねじゃあ1億人分作りましょうっつったら5年ぐらいかかりますからねでそれを処方する医師の数も足りるのかってことですよ不眠不休でやらせたところでねワクチンをどうやって国民一人一人に病院に来てもらってやるんですかねだからワクチンができましたって言ってもそれが実際国民の手に渡るのがね何年先なんやって話ですね まあそういうことはね、ほとんどの方考えたことがあると思いますから、私がいちいち言うことではないんですけども、もしかしたらね、あのなんかこう気づかない方もいるかもしれませんしね、あの、ワクチンができたらなんとかとかね、特効薬ができたらとかって。でもワクチンとか特効薬、万能なものは、どの病気に対してもいまだできたことがないっていうことでしょうね。うん。ある程度効くみたいな感じじゃないですか。で、ワクチンだってね、あの、一律に、 ほとんどの人にまあこうやって手配しますけどワクチンに対する持ち前の抵抗力がある方とかワクチンに対してアレルギーが先天的にある方とかって考えたら一部の方はワクチンの副作用によって苦しみ一部の方はワクチンを打ったんだけども何の効果も出ずに再度ワクチン接種みたいなことになったりとかね他の方法を探したりとか、うん、まあそんなこともあるだろうなと思うんですよね。 やっぱこういろいろとその考えてみないといけないっていうかねこの程度は気付けようみたいなことが結構いっぱいあるんだろうなと思ってねこれは別に説明がなくったって分かるだろうみたいなところとかあったりとかもしくは逆に、あのー、誤解をね生みやすいような情報であったりとかまあいろんなものをねこう整理して あの発信しなくてはいけないんですけどもやっぱりその時点での認識とか情報ですから日々こう変化しますからね私がだから動画を撮ってアップロードするっていうそのタイムラグの間に情報が変化することもあるんでいつもいつもね正解ばかりを発表できるわけではないですからそれはど,などの情報発信者にも言えることなんですけども、うん、やっぱりね正確さ100%の正確さはどの 発信からも,も期待できないんですよね。何らかの誤解とか、何らかのバイアスがかかってますんで、やっぱりいろんな情報があるけども、最終的に自分が何を選択したのかっていう風な、自分の選択したセンスが全てですよ。それをね、自分の選択のセンスがない人は、誰かの言うことを鵜呑みにして、違ったら、詐欺したあいつはとか言ってね、お前が詐欺したみたいな感じですよね。情報選別のセンスがない人に限って人のせいにするというね。うん、だから全くトンチンンだと。 思うんで私もねだから自分の発信のこの責任回避のために言うわけではなくて私は人の情報を取るきそういうふうに考えてるかなってことですよね差し引いて考えるという、うん、情報発信はしてもらったけどもそれを選択していいのかそれともそこからまた別の解釈を自分で見つけていくべきなのかってことをね考えていくとだから情報を受信するってむちゃくちゃセンスが必要なことだと思いますし情報発信っていうのも要は一定のね、えー、センスが 必要なんだろうなと思んそれはもう100%正しいことをの漫画に出てくる長老みたいに分かる人ってまあいないんでね何らかの誤解とか何らかのバイアスがかかってるんで、うんまあ、そうは思うんだけども分からないよねっていうのが本音じゃないですかね。うん、透明のサングラス。 かけると透明なんだけどもこっちから見るとスモークみたいな感じですよねこっちからやると透明なんですけどねほ、うんと意味ないでしょこの動画全く参考にならないですよね、うん、たまにはこういうふうゆ、ね、るいやつもやってみようかなと思いますね、うん、ちなみにねこれこれ最近ね買ったんですよアップルのエアポッドに似てるやつだけども値段は10分の1ぐらいワイヤレスイヤホン これ、ギャッツビーの。これ、腕とかに乗ると、いい香りがするらしいです。たまに塗るんですけどね。あれ、バッテリー切れてきた。じゃあ、今回はこの辺で意味なし動画終了でございます。ためにならなかったですね。すみませんでした。